オーストラリア潜水艦建造計画に動きがあり、米英が原子力潜水艦の建造技術を提供するとの発表に、フランスが猛抗議に発展しています。今回はフランスの反論を詳しく見ていきますね。それにしても、価格の高騰と建造の遅延も悪いと考えているのは私だけですかね。オーストラリアがフランスのナバルグループ社と締結していた次期潜水艦建造計画を破棄したことについて、2021年9月16日フランスのルドリアン外相が、ここまで築き上げてきたオーストラリアとの信頼関係が崩れてしまうこととなり、裏切られたとの憤りを感じているとして、オーストラリアの行動を批判すると、ともにオーストラリアに原子力潜水艦技術を支援するとして、今回の契約破棄の原因を作ったアメリカのバイデン大統領に対して、全く予測できないような決定を下すのは、前大統領のトランプ氏と同じだとして、不快感を示した。ルドリアン外相は、さらに、このようなことは同盟国同士であってはならないとして、オーストラリアは、フランスに対して、今回の契約破棄について納得できる説明をする義務があるとした。これについて、アメリカのブリンケン国務長官は、同じ16日に、アメリカ政府として、2日間にわたって、フランスと接触を図り、今回のオーストラリアの原子力潜水艦建造計画は、アメリカとオーストラリア、そして、イギリスによる、新しい安全保障の枠組みの中でのことであることを説明してきたとして、フランスは、アメリカにとって、極めて重要なパートナーであり、これからも、インド太平洋地域などでの協力を求めていきたいとの考えを示したが、この両国間の接触について、フランス側は、そのような事実はないとして否定している。このオーストラリアとフランスとの潜水艦建造契約をめぐるトラブルは、9月15日に、新たな安全保障パートナーシップの枠組みである、オークスに3カ国が合意したとの発表がなされたことに、端を発していて、この発表の中で、オーストラリアが、アメリカの支援によって、原子力潜水艦8隻を建造するとしたことにある。オーストラリアは、現在保有している、通常動力型潜水艦、コリンズ級、6隻が、これまで、騒音や故障の問題が多かったことに、加え老朽化が進んでいることから、2009年の国防白書において、次期潜水艦を導入する方針を発表。水中排水量4000トン級の通常動力潜水艦の導入計画を立てていた。この後継潜水艦は、対潜、対水上艦船攻撃能力、戦略打撃能力、機雷敷設と探知能力、情報収集、特殊部隊の潜入、脱出支援、戦場情報収集支援などの幅広い任務が可能であることとされ、長時間潜航性能と遠洋での作戦行動が可能であることなども要求され、12隻を導入するとしていたものである。オーストラリアにおいては、原子力を軍事利用することが禁止されているため、大型の通常動力潜水艦が望まれており、2015年5月に、艦首選定のための入札が開始され、非凡、ドイツ、フランスが参加した。日本は、当時、防衛装備移転三原則が制定されたばかりで、潜水艦の輸出が可能となっており、双竜型を、ドイツは、輸出用通常動力潜水艦214型を大型化した216型を、そして、フランスは、当時、バラクーダ級と呼ばれていた5000トン級原子力潜水艦、シュフラン級の動力を通常型に換装するとして提案した。当初は、アメリカの推薦もあって、日本の双竜型が有力視されていたが、日本案を推していたオーストラリアのアボット政権が退陣し、ターンブル政権が発足すると、風向きが変わるのである。
潜水艦の性能を重視していたアボット政権と違い、ターンブル政権は政権交代の要因であったオーストラリア国内の雇用問題解決のために潜水艦建造を国内で行うことを打ち出していて、海外への技術流出を懸念する日本ではなく、現地建造に同意しているドイツかフランスが有利となった。このことを憂慮した日本は、当時の中谷防衛相が、オーストラリアのペイン国防相と会談した際に、オーストラリア国内での建造については、柔軟に対応するとの方針を示したのであるが、2016年4月26日に、ターンブル前首相は、フランス湾を採用することを発表した。なお、フランス湾を選定した理由として、国内建造に積極的あることとされているが、ドイツは、ともかく日本案を選んだ場合には、中国の猛反発が予想され、経済的なつながりが強い中国との関係が、ぎくしゃくすることを避けたと見る声も上げられていた。これによって、12隻の潜水艦は、アタック級と名付けられ、すべて、オーストラリア国内で建造されることとなったのであるが、オーストラリアの人件費の高騰などによって、ナバルグループによる見積もりが大きく膨れ上がり、オーストラリア側は、その金額に難色を示していたのである。また、ナバルグループによるアタック級の設計の進捗が大きく遅れていて、2021年6月現在においても、中間設計評価の段階にあるとされ、先行きが見通せない状態になっていた。この遅れに、豪を煮やしたオーストラリアのモリソン首相は、フランスを訪問して、マクロン大統領と会談を行い、この先2年間の設計作業計画を、2021年9月までに提出してほしいとし、履行されない場合には、オーストラリア国防省が、フランスとの契約を破棄するだろうと、伝えていたのである。今にして思えば、モリソン首相が、報告期限を、2021年9月としたことが、契約破棄の最後通牒であったと考えられ、フランス政府は、このことを甘く捉えていたのであろう。また、アタック級、1隻あたりの建造費が、日本円で、3200億円にまで跳ね上がったことで、アメリカ海軍の最新鋭攻撃型原子力潜水艦、バージニア級の3800億円に近い金額となっていて、それならば、原子力潜水艦を保有する方が良いと考えたとしても、何の不思議もない。モリソン首相は、この契約破棄は、心変わりではなく、周辺の軍事環境の変化によって、オーストラリア海軍における必要性が変わったためであるとしている。オーストラリアも含めたインド太平洋における軍事環境は、ここ数年、中国による海洋進出を受けて大きく変化している。ヨーロッパにおいても EU を離脱したイギリスが、独自の外交路線を歩み出し、インド太平洋への関心が高まりつつある中、空母、クイーン・エリザベスを中心とした空母打撃群を日本に寄港させるなど、動きが活発になっていて、今回のオーストラリア、アメリカとのオークス参加も、その一環であろうと思われる。これまで、経済的に中国に傾倒していたオーストラリアであるが、今回のオークスへの参加によって、中国を見限り、アメリカ、イギリスを選んだとも考えられる。アメリカ国防総省は、2020年9月1日に発表した、2020China Military Power Report の中で、中国海軍が、2030年までに、原子力潜水艦8隻を含めて、70隻の潜水艦を保有すると予測しており、その増強を懸念している。将来的に、インド太平洋において、オーストラリアを取り込むことは最重要であり、原子力潜水艦を保有させることで、中国海軍の牽制に役立てようとするのは当然であろう。